おつまるでーす。はい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 、どうもどうも皆様、月曜日終わりますよ。あ、月曜日終わりますよ。こんばんですか、元気ですか。元気でーす。あれ、ちょっとお待ちくださいね、ちょっとお待ちくださいね、ちょっとお待ちくださいね。よし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 、オッケー。はい、こんばんは。はい、こんばんは。おそおそおそ、ドカンドカン、よいしょー。というわけで皆様こんばんは、まなまるは元気です。はい。ちょっとお腹が痛いんです。あは、朝なのか。違います、違います。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。はい、はい、オッケー、よし、よいしょ。おかげさまでグルグルグルチュースリーデイ、イエーイ。ではでは、今日もよろしくお願いいたします。はい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 。爪切り甘かったな。こんばんは、お元気ですか。お腹痛いんで、お腹痛いんで、ちょっと大丈夫かな。最後まで頑張りたいと思います。そういう感じのやばさじゃないと思うんだけどね。ではでは参りましょう。はい、集まる。なんかすごい左目9時までのビアなしですかね。最後まで楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。5時間と帰り、おそおそおそ、ありがとうございます。次の目でしか、今のですね、モーツァルト作曲のトルコ行進曲でございました。どうも。木曜日取材です。そうです、まずそれは普通にいつも通り大丈夫ですので、よろしくお願いします。今日は暑かったですね。いや、まだまだ、ありがとうございます。今日は本当に暑かったです。
オネ、まるちゃん、いいえ、タンスの中です。タンスにゴンいやね、そうですね、木曜日にね、ちょっとあのカメラがちょっとうちに入るんで、ちょっと取材用にちょっとピアノの上を片付けなきゃ片付けなきゃいけないんですよ。ワン、ツー、スリー、ん、こんばんは、あたまして、こんばんは、ブスタクさん、ありがとうございます。こう見えても四畳半のワンルーム、バストイレ、共同です。わお、あれ四畳半だっけ。もうすぐその時やな、そうやな、そうやな、そうなんです。今年はどんなドラマが生まれるのか、そしてどのような曲が生まれるのか、どのどのどのって言っちゃうえ、お、滑ります。おー、ありがとうございます。何ですか？
ちょっと感動した。カッパのキャラクターいたじゃないですか。あれいなくなりましたよね。最近のカッパ寿司ちょっと洒落てません？あのカッパのさ、セールが見て。みんなのお腹にセールか。今この方でカッパが出るから違くない？いやそう、長野県海がないからさ、そうだよ、憧れだったんだよ。マッパ寿司はやばい、マッパ寿司はやばい。あ、そう、梅雨入りらしいですね。本当にあの悲しいですけれどもね、私は本当にね、このもう四季の中、四季には入らないか季節の中でもうね、梅雨が一番嫌い。
まぶた見なかいちゃい。ちょ。それで、そう、あの、一回あの、今ここに肩に手やったら、戻ってこれなくなっちゃいました。なんかあるんかな。でもそれで言うともう本当に私一番究極は広瀬香美さんのあれなんだっけ、にゃー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 。これはね、このこの途中のとこがね、ロマンスがそれが一番すごいと思う。
だろうな、転調、あれだとさよならの意味とかも転調してるんですよ多分。なんか乃木坂のここら辺の曲はなんかサビになるとね一個だけ上がるとかね、そういう感じですね。少年時代はちょっとわけわかんない調に行きますね。お元気ですか。展開しますね。ミスチルは天井めちゃめちゃ多いです。Thank you.
さあ、というわけで皆様、ちょっとなんか店長つながりになりましたけれどもね。はーい、もういいかしら。あとめまして、こんばんは。コードブルーの抜けちゃった病院割と近いです。おー、ちさとさん、ありがとうございます。初めましての方もありがとうございます。まあ、そんな感じでね、ピアノで何でもやっちゃいます。ピアノで何でもやっちゃいますって、ちょっと無茶ぶりがすごい。はい、もう一回聞こんばんは。丸川ほころがチャームポイントピアノ弾きのまなまること長橋まなです。この1時間21時で皆様のリクエストにですね、ピアノで答えさせていただいておりますので、どうもは9時までしかピアノが弾けないお部屋なので9時までになりますけれどもね、9時ギリギリまでピアノ弾いていきたいと思いますので、最後までお楽しみくださいませ。さあ、というわけでですね、ちょっと遅くなりましたけれども、クラシックの曲をね、まなまるさん、なんと基本的にコメント読みながら弾いてるんでね。ちょっとあれなんですけどね、一旦ちょっとこっち向かせていただいて、さあ、ちょっとクラシックにね、じゃあ一回行かせていただきたいと思います。はい、ではさらっといきますね。じゃあ久しぶりに恋のワルツでいきたいと思います。いただきました。はい、どうもー、まじたくさん、ありがとうございます。ブランボブランボ。ありがとうございます。つながめさん、私がたくさん、怖い、どこなんかやるのも、そうやね、多分普通に聞くと大体これの3分の1ぐらいで終わると思います。今日ちょっと短めだったよ、左手行かなかったしね。え、顔芸人、違います。上手な、ありがとうございますね、すごくしね、オッケー。さあ、というわけで、では後半戦も参りましょう。あとだいたい15分ぐらいですかね。それピロピロっていうの、うん、これピロピロっていう、自然な入り方。さあ、というわけで、ここから皆様のリクエストにババ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 バッと答えていきたいと思いますので、
でも。ああ、こんな感じだ、こんな感じだ。長藤真奈と言います。竹本ピアノの人ですよね。電話してちょうだい。もっともっと竹本ん。はい、毎日この20時から21時でピアノ配信をしております。ショールームがね、主で活動しておりますけれども、はい、毎日やっております。この20時から21時までしかちょっとピアノが弾けないお部屋なので21時までの配信になりますけれどもね、はい、ぜひぜひリクエストもたくさん承っておりますので、あ、そっちぜひぜひまた来ていただければと思います。ルフォロぜひぜひ。さあ、というわけで、ではではですね、9時までなので9時まで弾きます。私は私は9時までピアノ弾きます。残り6分ありますので、はい星は丸丸ですね、ありがとうございます。んでは、ですね、最後は1曲クラシック。私は音高音大を卒業してピアノを習っておりまして、 CD も出してますはい、なのでね、最後は一曲クラシックで締めさせていただきたいと思いますけれども、今日はじゃあちょっと元気にいたので最後はしっとりと終わりにしたいと思います
では有名なところで、じゃショパンのノクターンの9の2で終わらせていただきたいと思います。もうノクターンといえばこれみたいなのがありますけどね。ありがとうございました。
惚れるわ、ありがとちゃん。ホタルさん短かった、ちょ1分しかできなかった。ホタルさんジャスミー、あこっちか。カモタクさんありがとうございました。おやすみおやすみ。あ次のレビューありがとうございました。いやいやこちらこそ、たくさん聞いてくださってありがとうございます。いつも来てくださる方も、お久しぶりの方も、そして初めて来てくださった方もたくさんありがとうございます。寝ないでおやすみって言ったのに寝ないでって言っちゃった。はい、あの毎日この20時から21時、ジャスミンティーは綺麗です。頭痛の頭が痛い。4次元さんありがとうございました。こちらこそ本当にね、たくさんの方に聞いていただけて私も幸せでございます。ありがとうございます。はい、あのこんな感じで20時から21時までですね、はい、ピアノ配信を毎日しております。あのできるだけね、たくさんの方のリクエストに、できるだけたくさんのジャンルの、できるだけまあたくさん答えられればいいなと思っておりますので、ぜひぜひまた初めましての方もね、レンフォローして来ていただければと思います。昨日来ましたよって方もたくさんありがとうございます。初見です、あら、ありがとうございます。宮田さんでいいですかね。はい、あの毎日この時間が20時か21時でピアノ配信をやっております。ちょっと21時までしかピアノがね弾けないお部屋なんですけれども、そうなんです、これ以降に弾くとですね、私家を追い出されてしまうので、そうなんで、ちょっとあのここまでにさせてくださいね、すいません。はい、毎日やっております。リクエストもね、今日はちょっと無理だったかなって、今日はちょっと拾われなかったな、明日どうかなみたいな感じで来てくれればいいと思います。昨日来たね、 Thank you。 かき揚げを食べるん。はい、それでですね、時計まだ大丈夫、これ一回も買ってからまだ一回も電池変えてないんだけどね、ちょっと薄くなってきましたね、めっちゃ凍えて。いいお家紹介しました、馬子やばい、ちょっと発力しましたか、もう会話しちゃおうぜ。はい、この後22時からもね配信しております。基本的にこう20時から21時がピアノ配信の時間になりまして、で、この後22時からも配信しておりますが、あのピアノ配信だけでなかなかゆっくりおしゃべりができないのでね、今日も一日ご苦労様でしたって配信この22時から23時までやっておりますが、その時はあのすっぴんで、あの髪もびしゃびしゃのまま来ますので、ね、夜中でです、お疲れ様でした、ありがとうございます。黒くしました、はい、あと朝の7時40分から8時もね、今日も1時頑張りましょうって配信してるんですけど、なんでピアノ配信こう20時から21時以外の時間に、おら、まなまるさん、なんか配信しとるやんけ、ピアノこの朝早くからこのエロスクも弾いてるかな、ポチ、うわすっぴんやんけ、ピアノないやんけってことはよくあると思いますけれども、そういうことです。はい、そういうことですのでね、まあ、ゆっくりおしゃべりしに来ていただいてもよろしいですし、またピアノ配信来ていただいても嬉しいです。ありがとうございます。2年以上変えてないやん、そんなにじゃない、そんなにじゃない。くしばがうまく、そういうこと、そういうことですからね、そういうことですから。はい、髪乾かして、髪乾かします、大丈夫です。今から15分のお掃除タイムかと、違います、お風呂に入ります。そうなんです、あのこの後私眉毛さんとさよなら、眉毛さんとさよならしてたけど、皆さんなんかおでこについてた、今なんかおでこに白いのついてた、やだぽい、お見事ぽい、以上、眉毛さんにさよならしといてください。顔がすっぽんぽん、まあ間違いではないか。あ、ちなみにほくろは2日でなります、どうも。さよなら眉毛さん、まあ、虫、虫マーガリン、違います、そう、髪長いから髪を隠すの大変なんじゃ、切ったねとか言わないで。つけ眉毛、つけ眉毛、白いカメムシまで、カメムシかぶりだから。前とか履かしたの何やねん。さあ、というわけで、まなまるさんってこの後お風呂に行ってきますのでね、ご飯粒じゃないわ、白髪でもない。掃除したアリバイ工作、あーちょっと掃除したからね、ホコリが舞っちゃったみたいだね、ちょっとポチってついてたね、おでこ白のついてた、ドン、何やねん。はい、また明日の方はね、また明日でございます。ちょっと日中はね、ちょっと仕事に出てるので、基本的にピアノ配信は夜の20時から21時になります。はい、明日から仕事が始まります。わな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 、あ、ちなみに鼻くそ、しあー、もうせかされる。はい、ちなみにあの今週木曜日ね、はい、以上、ピアノ片しました、ありがとうございます、ゾゾタウンスタッフなんで、今週木曜日が、あさって、ん、しあさ、しあさってか、木曜日が、ピアノ配信中、ちょっと、せかされる。
取材がねちょっと入りますので、ちょっとこの部屋にカメラが入るので、ちょっと私はですね、取材用にちょっとお部屋をきれいにしないといけない。夜は寄せですか。はーい、お後がよろしいようで。なやねんほんま、なやねんもう。せかすわー本当に。まだいでとか、おかみさん聞いてくれ。じゃ無視法じゃないです。え、嘘でしょ、そういうこと。俺に入れてくるくんだね。そう、カメラが入ります。みそしに行くぞ。大丈夫、一人でやります。さあ、というわけでまた明日の方はまた明日ですね。明日の配信もピアノ配信は同じく21時から20時から21時になります。で、朝の配信、朝の7時40分か8時と、あと22時から23時も同じになります。よろしくお願いします。そしてあの後のちゃんの方は22時にあ、フォローありがとう、ありがとう、逃げられた。ヌーしてる、ヌーしてる。ではでは、またあなたの方、また明日の地方の方、後ほど。というわけで、カウントダウン、10、9、8、7、6、5、4、3、おでこも掃除、そうだね、2、1、0、ありがとうございました。私の方また明日の朝の方22時にマギさんとさよならしてください。またねー。